ちょっと、まあ、おかしい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 。稼ぎに行くという考えはもうなしにしろ、もう一発もう当てたら終わる。これですからね。吹っ飛び率2倍のバグトーナメントやっていこうぜ。吹っ飛び率を、あ、なんていうのかな、変えるっていうことはなかなかないと思うんだけどさ、ちょっと今回吹っ飛び率を2倍にしてやるっていう、ちょっと狂気のトーナメントをやってみた。多分ね、結構32人いるけど、かなり早く終わるよ。あの、全アイテムありにしてるし、あの、チャーキリもありで、ストック3だけど多分一瞬で終わると思う。でもね、吹っ飛び率2倍がね、どんなもんなのかってあんま見たことないから、ちょっと楽しみではある。果たして一つ一つの技がどのくらい飛ぶのかっていうね。CP は当然9ね。やばいな。やばいな、これ。来た来た来た、始まったぞスマブラ。新時代の幕開けですよこれ。おそらくだけどこの大会多分 100% まで保ることは多分生涯ないと思う。やばい、最強アイテム、うーわやばい、死ぬぞあいつ。ええー、フットエリーズ2倍ってそんな飛ぶの？これ想像以上に地獄の光景かもしれん。これ大丈夫かな、これお蔵入りになる可能性結構ありえるよ。ちょっとまあ、おかしい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 、さすがにおかしい今の。うわー、アイテムいらなかったかもこれ。瞬時に理解してんのかもしれんな。ありえるぞこの展開。え、何やってんのあいつ。ああ、稼ぎに行くという考えはもうなしにしろ、もう一発もう当てたら終わる。これですからね、相当余裕あるよ。それなんかなかなか爽快で好きだわ。絶対当てたら終わるよ。一発でも当たったら死ぬ。テリー、これは怖い。いやー、容赦のない一撃。これはなかなか愉快なトーナメントですよ。取って、撃った？パンチ使えよ。いや、Wii の時にもやったことあるんだよね。フットビーツ2倍で。フットビーツ2倍で、ファルコン同士で戦わせてどうなるかみたいな。うわ。これ本来の飛び方ですよ。人はビルを建設されると死ぬ。もうシャドウフレアはもう次元爆弾みたいなもんになってるね、これも。スタイリッシュ。おい、どうせ死ぬんだからさ。なんか、おー、いいね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 。そうそうそう。その一撃が欲しかった。そう、振っちゃってくれ。飛んだ！来たー！これが見たかったー！ちょっと感動したわ。やっぱ横スマだよな。謎の感激まである。もうやっぱね、使用してるキャラを応援したくなるのはもう人間の差がですからね。それ、出したらやばいって。やめろよ、やめろよ。やめろよ。お前、死ぬぞ。あんなん飛ばしたらお前、死ぬぞ、お前。死ぬぞ、お前。死ぬぞ、お前。バカよー !50 なんてもう、もうグロですよ。いいじゃん。いい技打つじゃん。もうなんか、激しい音しないでさ、スーって消えてく感じがさ、なんか夏のホラーっぽいよね。うわ、なんかその技好きだわ。なんか、良くないあの、飛び方。なんか、スーってなんか、死ぬか死ぬかと思ったらなんか、後から追い上げていく感じ。なんか、あれ、めちゃめちゃ爽快だわ。さあ、ホムラを選ぶのは分かっているな。そうなんだよな。そうなんですよ。ちょっと待って。これ、歴代最短かもしれんぞ。1、まさに。うーわー、ワンパントーナメントだ。音の持ってる、あれがナイフとかなんかそういうイメージだからかな。おお、これは？CPU の理解度すごくなかった今。なんかすげえシュールだったよな今。すげえ 56.7%、 あ、56.7。その数字はまずい。その数字はまずい。やばいやばいやばい。やばい、デイジー、早く帰る帰る帰る。早く、お前、食らっとけ食らっとけ。よし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 。危ない危ない危ない。56.7 なんてもう今、ちょっと世の中的に危ないだろ、お前もバカ、もうね。騒ぎすぎだろ。これも当てた方が勝つわけですからね。あー、そっか。これはまずいね。ソニック相当まずいね、これ。返せるか？そうなるよね。アシストフィギュアの攻撃なんてもう、全部が一撃級ですからね。ああ、うん。さあ、動物対策。
本来はこれぐらいなんだよ。人は動物のダリアットを受けたら死ぬ。無論犬でも死ぬ。数々の試合を見たんだったら、なんかこいつらはなんか決勝の風格はないっていう、本能的にわかる。こいつらは多分決勝いかん。凄まじい光景を見たくて俺はこのトーナメントやってんだからさ。もうめんめんお前に期待してる俺は。マルスごめんな、一人で一体も倒せねえよお前は。さあめんめん当てに行くか。当てたらジエンドです。さあそれが見たかったからオッケーです。あれなんでカズヤ二人いんの。やばいやばいやばい、ごめんごめんごめん。いやそんなつもりはなかったんだけど、カズヤ二体おる。もう手数じゃ無理ぞ。こいつだったら多分ね、30%ぐらいしないと倒せないんだよね。てか、なんか、アイテムに恵まれてんだ、カズヤ。恵まれてるってか、取り入ってんのかな？何なんだろう。それはただの最強よ。さあ、あっちゅう間に2回戦まで来ちゃったよ。動画の尺半分終わったってことでいいのかな？そうなってる？ちょっとわかんないけど。これ、もうぶっちゃけ優勝候補とか予想できませんね、ここまでいったら。切り札取んないとやばいぞ。ネスは取る気やぞ。取った。一発でも当たったら死ぬぞ。お、避けてる避けてる避けてる。あー惜しい。今ねワンチャイムいけそうだったのにな。勇者に追撃。あーもう逃げらんないねそれは。テリー強い説あるなこれ。巻き込んだー。伝統芸をここでも見せてくれる。これいったか。やーばい。これテリー優勝候補かもしれん。これようやく見つけたわ。お前エースだわさすがに。1ストバトルまで持ち込んだ。これなかなか過去最高にどうなるか分かんない。一瞬で終わるぞ。一瞬で終わる。見逃すなよ。おお刺した。出た。その技大好きマジで。フットビルス2倍の世界戦で一番好きな技だよ。お前がティーと会うところを楽しみにしてるわ。なんか戯れてるように見えるのは気のせいかな。なんかお互いさ、ちっちゃい火力でさ、なんか、どうにかしてるように見えるけど。ホムラはなんかそんな感じはしないな。スマッシュボールが、これさっき見たやつだ。俺見たくないからな。カズヤ VS カズヤの光景。やだよ、俺。入れたの俺が悪いけど、ちょっとさすがにそれは見たくないんだ、俺。やんなら見してくれ。やんなら見たい。お前、空気読みやがれ。あ、意外とわからん。お前、静江最初からそれやってくれ。でも誰しも持ってるよな、なんか。さあ、切り札を持って、持ってる方が負けるというジンクスがなんか最近あるけど、あー関係ないんだね。おいいね、今完全に理解した。分かってる。なんかもう動画的に分かってるこいつは。それはグロすぎ。ちょっと面頑張ってほしい。ガンダム頑張ってくれ。お前カズヤお前勝たなくていいって、やばいって。当てたらもう即カットですよこんなんも。よーし、よくわかってる。動画をわかってる、この女。ネス、勝ち上がったネスも相当なもんだけど、テリーの方が全然パワーが。あ、意外とわからんな。てか、ダメージをそもそも与えれてないな。いや、でも、テリーにはこれがある。せっかくこのフットビス2倍にしてんだから、テリー、お前が勝つとこ見せてくれ。チャンスだろ。いやーラックルジョーなんてもう、お前が1枚も2枚も上手だった。ネスも優勝候補に入っちまったか。俺が気づいてねえだけだったかもしれないな、これ。お、すごい。今のおしゃれじゃない？すごくない？ CPU とは思わなかった。今、対人だったって今。今なんか、完全に魂入ってたよ、このロックマン。あーい、あー、むちゃくちゃお前、最高だわ、お前。お前、最高だわ、ほんともう。あー、もう、なんか、もう、ファンサですよ、ファンサ。よくわかってる。
よーし。もう逃がしちゃってる時点でジョーカーお前ちょっとダメなんだよな。いや、何にも言うことはない。もうお前に持ってきやがった。もうコンボなんていらねえんだな。なんか意外なメンツだな。なんか意外と2人ともパワー不足なイメージだったんだけど、しずえが勝ち残ってんのマジで不思議なんだけど、こいつだけはなんか未だに。うわー、台頭かもしれない。今ダメージとかいるキャラとか含めて一瞬で決着つくぞこれ。1942、不吉なもん終わるってことはこれ、いや面会と思ったけど、これもう偽物よ。偽物の影響なのこれ。本物だけ取ってくれよ。おお、決めるか決めるか。めえバカお前、お前もうほんとバカお前、絶対やると思った。だまあそんな気しかしなかったよ今。ネス、ロックマン、カズヤ、シズエ、なるほどね。いやー、勝つネスなんだろうけど、俺もロックマン応援しちゃってるからロックマン期待してる。頼むわ。いや、ロックマンなら手数で対抗できるって言おうと思ったんだけど、大丈夫、1ストぐらいで、1ストぐらいなら全然問題ない。ロックマンさん、ロックマン仕掛けで、仕掛ける上のあれ持った方がいいって。おうまい。おなんかやっぱ対人入ってるこいつだけ。非常にロックマンやりづらそうな雰囲気を感じている。負けそう。ネス、お前優勝はなんかやっぱりしてほしくね。なんかもう、うん、キャラの好き嫌い出ちゃってる感じある。これは、やべ、取った。試合終了のお知らせ。決勝に上がった。しかも相当余裕持ってる。いや、よくやったわ、お前は。準決まで行っただけ、俺はお前を褒めてあげたい。準決勝の2試合目。カズヤ VS しずえ。しずえが勝ち上がってやがる。これは、カズヤお前はほんと、どこにでもいるよな。ビーム返しか、これは。やべ、鮮やかだ。やべ、しずえがだんだん AI が入ってる。理解してる、こいつ。しかもビームも残してるしな。嘘！ニスト先行っすか。圧倒的じゃないか。カズヤお前、またドリフみたいな落ち。これ優勝さ、ニセボじゃない？ニセスマッシュボール優勝でいいんじゃない？これもう。おい、ちょっと待ってくれ。しずえ、やべえ。しずえか。なにこの決勝。吹っ飛びバグトーナメント決勝戦は、しずえ対ネス。これわからんぞ。ノリに乗ってる。ノリに乗ってる動物が一人。もう、最初から最後まで、猛威を振るっている少年も一人。さあ、動物の森来たー！期待ですよ、これは。おお、いいね、いいね。自分の強みをこいつは理解してる、完全に。でも、崖はやめろ。危険だ。俺も、全力で静江を応援させていただく。さあさあ、村から追放しろ。村から追放しろ、あの少年を。やっちまえ、お前も。いらん、いらん、いらん。よーし、わかってる。我が島にはいらない、あんな少年は。いらねえんだ。遠くから順調に壊してて、何が出る？なんかいっぱい出た。いっぱい出たけど、そんなに影響しない。さあ、しずえが、しずえパーフェクトスタイル。しずえパーフェクトスタイル入った。完全装備。完全装備ぞ、この女。ちょっとだけネスに同情した。やべえ。これは怖い。フルアーマーシズエ強すぎだろ。やべえ、戦えば戦うほど味が出るものだったこいつ。それは想定してなかった。ああ、いいね、いいじゃないか。あのネスに勝たせるよりかは俺は自然に勝ってよかったって思うわ。これ戦う前にさ、多分誰が勝つのかとかなんとなく予想してたと思うけど、自然に予想してた人0人説あげるわ。こんなことあるんだな。あ、ちょ、スクショ撮っとこう。いやー、フットビル率2倍はね、多分友人同士とかでやってもね、でも、初回は多分面白いと思う。10分やったら飽きると思う。